28歳のオーストリア人リーゼ・マイトナーは内気な女性でした。ベルリンにやってきたこの若き物理学者は不安でいっぱいだったものの、放射能という新しい分野に力を尽くそうと決めていました。ところが1907年当時、ドイツの大学は女性を採用していなかったのです。そこへ一人の男が手を差し伸べました。マイトナーさん。はい。オットー・ハーンです。僕は科学研究所の研究者です。プランク教授から、 あなたのトリウムとメソトリウムについての論文は読みました。私もプランク教授から。そうなんです。あなたをパートナーにと勧められまして。私物理学の立場からお手伝いできると思います。数学では？ええ、もちろん数学でも。放射性元素の研究には科学と物理学の協力が欠かせないし。そうですね。ならフィッシャーに実験室を頼みます。ありがとう。それじゃあまた。リーゼ・マイトナーは世界の歴史を変えることになる研究への第一歩を踏み出しました。この先彼女を待つものは成功と名声、そして恐怖と裏切りでした。当時原子のことはまだよく分かっていませんでした。最初原子は細胞組織のミニチュアのようなもので、中央に硬い原子核があり、電子がその周りを飛び回っているとされていました。その後原子核はぎっしり中身が詰まった塊ではなく、陽子と中性子からなっていることが分かりました。ラジウムやウランなどの放射性元素には原子核自体が不安定で、エネルギーや粒子を放出するものがあります。原子核の中に E イコール MC 二乗が約束したエネルギーが潜んでいると推測されていたのです。原子の秘密を探ろうとパートナーになったハーンとマイトナーでしたが、待遇には大きな差がありました。彼には実験室が与えられましたが、彼女には木の小屋でした。髪は無事だったみたいだね。ん？ハーンさん。ボスは女性を研究室に入れると髪の毛を燃やしてしまうと思ってるんだ。ああ、男性のひげは燃えないのかしら。こんにちは、ハーン君。こんにちは。ほらね、みんなして私を無視するの。物理学者は認めてくれているのに。まったくだ。僕たち科学者には物理学者の手が必要なのに。何年もかけてリーゼは内気を克服しました。1912年、彼女とハーンはカイザー・ビルヘルム科学研究所に移り、共同で研究を進めました。リーゼは女性として初めてドイツで大学教員になりました。リーゼ。ん？大ニュースだ。何？美術学生のこの話しただろ。ええ、いいですね。ああ、実はその彼女と結婚することにしたんだ。ハーンさん、おめでとうございます。ああ、その君に最初に言いたくて。ああ、本当に決まってよかったですね。おめでとう。
リーゼ・マイトナーは心優しい女性で、友達も多く、夫と親しくなりたいと思っていたかもしれません。でもリーゼの恋人はやはり物理学であり、情熱は物理学に向けられていたのです。1920年代と30年代は原子核研究の黄金時代でした。当時最も大きな原子核を持つのはウランで、238個の陽子と中性子を持っていましたが、2人はさらに中性子を加えることでもっと大きな原子核を作ろうとしました。さて、原子です。知ってますよね。中央には原子核、その周りを電子が運動している。狙うのは原子核です。原子核を作るのは陽子と中性子。さて、知られている最も大きい原子核はウランの原子核です。ウランの原子核の中にはぎっしり隙間なく238個の陽子と中性子が入っている。研究の狙いは中性子を照射して原子核のこの構造の中に打ち込むこと。もし中性子が一つでもとどまり核が大きくなったら、画期的なことだと言えます。マイトナーはもう少しで大発見のところまで来ていました。しかし1930年代のドイツは世界的な科学者である彼女にとっても危険でした。ユダヤ人がいるとまずいことになる。ナチ党は権力を握るとまずユダヤ人の知識人を大学から追放しました。アインシュタインは傑出した存在でしたから、誰よりも早く1933年にドイツから追われました。リーゼはまだ安全でした。オーストリア生まれだったからです。でも1938年3月、オーストリアがドイツに併合されると立場が危うくなりました。どうした？なんてひどいこと。何があったんだ？クルトヘスが私を追い出せって言ってるんですって。それは僕も聞いた。でもまず研究所の財務担当者に話してみようと。明日会う予定だ。さあ、君はお帰り。もう遅い。あとは任せろ。マイトナーへの圧力は耐え難いものでした。ナチスに批判的だったハーンは彼女を守ろうとしました。少なくとも最初は。リーゼのことでお話が。ああ、今は時間がない。守ってやらないと。どうやって何ができる。こういう状況なんだぞ。明日はどうなるか。うちの研究所に置いておくわけにはいかないんだ。でもビザもパスポートも持っていないんですよ。いずれ出国も禁止されるかも。ユダヤ人はかくまえないんだよ。彼女がいると研究所が閉鎖されてしまう。ここにはいられない。リーゼを追い出すつもりなのか。もう研究所の中に入れるなと言われたよ。でも明日トリウムの放射について書くから来なくちゃ。リーゼを見捨てるのか。
マイトナーが解雇され逮捕の危険もあることが分かった時、ヨーロッパ中の科学者が彼女に会議への招待状を送りました。ドイツから出国させるためです。しかし彼女の出国は認められませんでした。1938年オランダの学者仲間がベルリンを訪問、密かにマイトナーをオランダへ連れ出しました。彼女自身が途中でもう帰ると言い出したほど恐ろしい旅でしたが、脱出は成功しました。彼女は全てを失いました。家も地位も本も給与も年金も、それから母国語もです。研究では世界のトップを走り、あと一息で大発見という時に仕事からも切り離されました。全てを奪われてもリーゼは物理を忘れられず、ハーンとは手紙でやり取りをしていました。親愛なる夫、30年間共に研究を続けてきた友人として、せめて私たちの実験がどうなっているかお知らせ願えないでしょうか。リーゼはスウェーデンの西海岸でクリスマスを過ごさないかと友達から誘われました。リーゼのおいで物理学者の夫ロベルト・フリッシュもやってきました。お世話になります。いらっしゃい。おばさん、ねえ、こんにちは。リーゼおばさん、メリークリスマス。おばさん、うん、ちょっと来て、助けてほしいの。僕がおばさんをですか？ベルリンではハーンが途方に暮れていました。ウランの原子核に中性子を照射しても核が大きくなったという証拠が出なかったからです。しかもウランより小さい原子であるラジウムの存在が確認されました。ハーンはマイトナーのアドバイスを求めました。彼女は尋常ではないことが起きているのではないかと考えました。ハーンが言うにはウランの実験で変な結果が出たそうなの。え？2ヶ月前にハーンが言ってたの、ウランの生成物に混じってラジウムがあるって。ウランより大きい元素ができるどころか小さいラジウムが出るなんて。だから確かめてって言ったの。ラジウムのはずがないって。そしたら返事が来て、ラジウムじゃなかったバリウムだったっていうの。ラジウムより小さい。そうなのよ。ハーンは何かのミスだって言うけど何なのかしら。バリウムが生じたっていう可能性はあるけど。ハーンは一人じゃデータも読めないのか。私の研究でもあるのよ。分かってる。でもベルリンには行けないしね。さあ歩きましょう。ハーンが手順を間違えたとか指示を守らなかったとか。ああそれはないわ。ハーンは理論家としては天才じゃない。でも科学者としての腕はいいもの。大きな水の粒を想像してください。不安定で今にも弾けそうな水の粒を。ウランのような大きな原子核はこういう状態です。彼らは4年間この状態の原子核に中性子を照射すれば原子核は大きく重くなると思っていました。しかしマイトナーとフリッシュは大きくなりすぎた原子核が2つに割れたのだと気づいたのです。
原子核が大きくなりすぎると一つでいることが難しくなる。そこへ中性子の揺さぶりをかけられたら。ええ、でも原子核が二つに分かれたなら大きなエネルギーを出して飛び散るはず。そのエネルギーはどこから来るんでしょう。どれぐらいのエネルギー。二つの原子核の相互反発は約2億電子ボルトのエネルギーを発生させます。うん。だけどそのエネルギーの供給源は。待って、非質量偏差の計算をしてみる。二つに分かれた原子核の和は元のウランの原子核より質量で陽子の5分の1軽くなってる。え？質量が失われてる？アインシュタインの E イコール MC 事情。その方程式にのっとって失われた質量に高速の事情をかければ。ちょうど2億電子ボルト。彼は原子を分裂させたのよ。彼じゃない、おばさんの業績だよ。驚くべき発見でした。もちろん実験室では少量のウランしか扱わないので生じるエネルギーも少量です。しかし重要なのは生じたエネルギーが相対的に大きいことと、それがウラン自体から生じたことです。生じたエネルギーはアインシュタインの方程式 E イコール MC 事情で示されます。マイトナーとフリッシュはこの発見を核分裂と名付けて発表し称賛されました。しかし二人を待っていたのは裏切りでした。オットーハーンはナチスの圧力に負け、ユダヤ人であるリーゼの名前を外してしまったのです。この発見で1944年にノーベル賞を受賞したのはハーン一人でした。彼はスピーチでマイトナーの功績についてはほとんど触れず、戦争が終わっても核分裂を発見したのはマイトナーではなく自分だと主張し続けました。次に個人的なことを書きます。私にはとても気になることです。40年間の友情と私を理解しようという気持ちを持って読んでくださいね。今の私はハーンの長年の仕事仲間と言われています。もしあなたがマイトナーの長年の仕事仲間と呼ばれたらどんな気持ちがしますか。この15年間たくさんのひどい目に遭ってきたけれど、この上科学者としての過去まで取り上げるなんてあんまりです。なぜそんな仕打ちを。マイトナーの研究は30年に及びました。壊した原子の数はといえば少しだけ、でも成功は一度だけで十分でした。世界中の多くの科学者たちが続き、その手法をさまざまな目的に利用しました。1942年原子爆弾製造計画が開始され、極秘施設での研究が始まりました。マンハッタン計画です。マイトナーもマンハッタン計画への参加を打診されましたが断りました。しかし核兵器競争でナチスに勝つ必要性を感じていた甥のオットー・ロベルト・フリッシュは研究の中心となりました。核爆弾はドイツには使われませんでした。しかし広島と長崎に原子爆弾が投下され、 E イコール MC 事情の凄まじい破壊力が証明されました。電磁放射という形態の巨大なエネルギーが
わずかな量のウランとプルトニウムから発生したのです。皮肉にも優れた科学者たちが純粋に研究に取り組んだ結果もたらされたのが大量破壊兵器でした。しかし一方でこの方程式には美しく創造性に満ちた物語も詰まっているのです。現在では若い物理学者たちがアインシュタインの後を継いでいます。 E イコール MC 事情は当初から時間と空間の誕生、つまり私たちはどこから来たのかという最大の疑問の答えを導くために使われてきました。結果はどう？見てみろ。粒子加速器を使い、研究者たちが原子の粒子を高速近くまで加速させ、それを衝突させてビッグバンと似た状況を作り出します。E イコール MC 事情はビッグバンも説明できます。宇宙創造の最初の瞬間、凝縮されたエネルギーの大爆発が起こりました。そして凄まじい勢いで膨張し、大量のエネルギーが質量へと変換され、それが素粒子、原子核、原子となって最初の星々を形成しました。太陽は E イコール MC 事情にのっとってエネルギーを供給する巨大な反応炉です。太陽の質量は毎秒400万トンずつ失われ、それが莫大なエネルギーとなって放出されます。そのエネルギーは熱と光をもって太陽系全体を照らします。 E イコール MC 事情にのっとって星が放出するのはエネルギーだけではありません。星の形成過程そのものが生命を生み出します。巨大な星が死んで爆発すると、やがてその欠片が集まって他の星の軌道に引き寄せられ惑星となります。人間もこの地球も星屑から生まれたのです。私たち自身が E イコール MC 事情から生まれているのです。俺の考えでは、先駆者たちの業績を足がかりに新しい世代の科学者はさらなる答えを探し求めています。高速に近いスピードを実現する新しいツールを使いこなす彼らの研究は、今までの科学者たちが思いもつかなかったような領域にまで広がっています。アインシュタインも知っていた通り、発見の旅は時には苦しく時に楽しく、人間の好奇心と同じぐらいに古く、決して終わることはないのです。